マスカット・オブ・アレキサンドリアマスカット・オブ・アレキサンドリアは、ブドウの品種の一つで、マスカットの一種である。日本国内で言う、マスカットとは、マスカット・オブ・アレキサンドリアのことである。北アフリカ原産の非常に古い品種で、ローマ帝国時代、エジプトのアレキサンドリア港から地中海各地に広がった。炭鉱緑色の長円形の大粒の実をつけ、甘みが強く、 強いマスカット香が特徴である。ブドウの女王の異名を持つ。スペイン、イタリア、南アフリカでは、生食として、南ヨーロッパ、アフリカ、南アメリカ、カリフォルニア、オーストラリアでは、ワインの原料として利用されている。日本では、生食が主であるが、時売りワインが作られるほか、果汁などは、アイスクリームや清涼飲料水、ゼリー、和菓子などに使われる。 品種としては期限前より現在に至るまで連綿と続く非常に古いものであるが高級品種であり続けている。品種改良においては甘みの元ととなるため、マスカット・オブ・アレキサンドリアから多くの品種が生み出されている。なお、ジベレリン処理による無種子化ができないため必ず種子が存在する。このため、味を残しながら種なしにできる品種の開発も進められている。 アメリカのカリフォルニア州では1852年にアントワーヌ・デルマスにより初めて栽培された。1920年代にはカリフォルニア州のレーズン用に栽培されたが種なし品種がレーズン用として主流になるにつれデザートワインの原料として利用されるようになった。日本では1880年頃に兵庫県伊南新村に開設された官営の 晩州武道園に植えられたのが最初とされる。その後1886年に、岡山県津港群海谷村の山内義夫と大森熊太郎が、四族樹山の一環として、晩州武道園から苗木と栽培技術を持ち帰り、ガラス温室による栽培を成功させた。当時マスカット一箱が、米一票と同じ値段で売れたという。岡山は、栽培に適していた地であったことから、 今日では日本産マスカット・オブ・アレキサンドリアのほとんどをこの地が産出する。この他の地域では気候や地質が合わずマスカット・オブ・アレキサンドリアは根付かなかった。これは日本におけるブドウの一大生産地である山梨県でも同様であった。マスカットにはこの他ニュスカブランなど数種あるが日本では一般にマスカットといえば当品種を指す。また、 マスカットを名乗る品種としてはこの他にネオマスカットや、交雑種のマスカットベイリー A などが知られる。ハット ABC、UC インタグレイテッドビティカルチャー、マスカットオブアレクサンドリア、ユニバーシティオブカリフォルニア、2013年4月15日、閲覧。フナワイナリー、2013年3月26日閲覧。AB、マスカットオブアレクサンドリア岡山県。 2013年3月26日へ閲覧。ありがとうございます。